候補者から決意表明をいたします。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。おはようございます。まず冒頭にお礼申し上げます。今日いよいよ、投票日ということになりましたけれども、極めて短い期間の中でですね、今日お集まりの衆参議員の皆さん、秘書の皆さん、関係者の皆さん、多くの皆さんのお力で今日まで来ることができました。それとマスコミの皆さんにもお礼申し上げたいと思います。成長だとかあまり花がないとか、立憲民主党のなんか選挙は元気がないみたいなことをずいぶん言われておりましたけれども、でもマスコミの皆さんもずいぶん関心を持っていただいてですね、いろいろと報道いただきました。とにかく今日ここまで来れたことに対して心からお礼感謝申し上げます。ありがとうございます。さて、今回の選挙戦を通じて私が改めて感じていることがあります。それは我が党の中には本当に優れた人がいっぱいいるなということであります。誰も彼もがみんな優れております。そしてその衆参議員だけではなくて、事務所のスタッフの皆さんもですね、みんながそれぞれ個性を持って輝いているということを改めて痛感をさせていただきました。しかしこんな状態であるにもかかわらず、我々の党、これまでの流れを見るとですね、何か少しつまずきがあると分裂をするとか、何か政策の対立があるとそれぞれ仲違いをするといったことを繰り返してきました。皆さん、もうこんなことをやめようじゃありませんか。もう私はですね、これは本当に国民のためにならないと思います。多少の政策の違い、多少の思いの違い、それを乗り越えて大きな目標に向かって進んでいく、その一歩に今回の選挙をしなければならないと思っています。私自身はこの立憲民主党に集う全ての皆さんのその能力が最大に発揮されて、そして国民のための役に立つ政党になる、その先頭に立ってまいりたい、そう思います。それと加えて、短い選挙戦でしたけれども、九州、北海道、福島、沖縄、こういった地域も歩くことができました。この中でやっぱり日本は課題が多いなということを、この短期間の中でも痛感をいたしております。特にやはり私が問題に思うのは教育、ここです。やっぱり教育がですね、しっかりしていないと多くの人が希望を持てないんです。子どもの段階で希望を失ってしまったら、もう一生立ち上がれない、そういうことになってしまいます。それと日本の産業、世界をリードする分野がどんどんなくなってきています。これも幅広に教育に投資をしていない、そこに原因があるんだと思っています。人へ投資をすること、これについては私は何のブレもない、これこそが日本がやらなければならないことだというふうに思っています。このこともしっかり訴えさせていただきたいと思います。私の持ち味は、自分で自分の持ち味を言うのはなんですけれども粘り強さだと私は思っています。あまり普段からガー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 喋る方ではありません。しかしここぞと狙いを定めたら、常にそれに向かって1歩でも2歩でも1ミリでも2ミリでも前へ進んでいく、そういう思いでこれまでの人生歩んでまいりました。その思いをですね、今日1時からの演説の中にも込めさせていただいて、なんとしても代表の座を勝ち取る、そのために残された時間、皆さんのまたご支援を重ねてお願い申し上げて、改めての決意のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。